にちは、Gです。今回は Ubuntu 20.10 グルービーゴリラをちゃんと検証します。日本語入力設定、目に優しい設定、動画再生環境の整備、 SSD ブートなどを試しますが、問題山積で。まずはインストール。初期設定やアップデートまではお約束のことなので高速で回します。 OS イメージは画面の Ubuntu サイトからダウンロードしました。できるだけ Ubuntu までで設定した状態に少しでも近い状態にできればいいなと考えてます。いきなりですが、オーバークロックから始めます。ターミナルで sudo nano /boot /firmware /config テキストとタイプ。従来は config テキストに触らせないようユーザーコンフィグファイルというのが別にあったんですが、今回はなくなっているので直接編集します。文末に画面のコマンドラインを追加します。終わったら保存して再起動します。ネオフェッチを入れてみましょう。 sudo apt install neofetch とタイプ。ネオフェッチとタイプして CPU を確認します。オーバークロックうまくいってますね。次に tweaks をインストールします。Ubuntu ソフトウェアを起動して Tweak で検索して GNOME Tweaks をインストールします。Mate Tweak は本当よくできてるんですが、 GNOME Tweak は UI も機能も今一つというか星2つです。 Tweaks は Activity の中の Utility フォルダー内にインストールされていますので起動してください。アピアランスを選んで見た目を変えます。アプリケーションズはやるダークを選びます。ダークテーマです。カーソルはやる、アイコンはフュミニティダークを選んでいますが、見た目ですから皆さんはお好みでどうぞ。カーソル色だけじゃなくて大きさ変えられるといいんですけどね。デスクトップの壁紙もここで変えられます。変更しませんけど。フォントを選んで表示フォントのサイズを少し大きくしておきます。これは個人的理由なので皆さんは必要に応じてご自由にどうぞ。ウィンドウタイトルバーでボタンの位置変更をしておきます。ダブルクリックではトグルマキシマイズからノンに変更。これでウィンドウが不用意に画面いっぱいにならなくなります。Tweaks を閉じてテキストエディターを開きます。タイプしたときセレクションカラーのせいで文字が読めない。ダークテーマにしたからなんですが、これを直します。設定でフォント&カラーを選んでスキームを変えます。次は VLC をインストールします。Ubuntu ソフトウェアを起動して、カテゴリーの中には VLC がありませんね。検索すると、ありました。インストールしましょう。実は昨日まで検索しても VLC がなくて、apt インストールやスナップインストールを試してたんですが、動画を用意して VLC で再生してみます。使用するのは、クリエイティブコモンズで公開されている東洋タイヤの動画です。音が出ない。 Ubuntu までと同じでサウンド設定でラズベリーパイ本体の音声ジャックがデフォルトになってるからでしょう。設定を開いて見てみましょう。当たりでしたね。出力デバイスを切り替えると音が出るようになりました。
でも問題は入力デバイスが表示されていない。これだと設定変更する手立てがないので、起動ごとに毎回サウンド設定しないと音が出ないままです。明らかにバグと思いますが、 Ubuntu 音に弱いのかな。今度は標準搭載のビデオアプリで動画再生を試します。デコーダーがないって怒られました。そうだ、思い出した。 Ubuntu はコーディック入れないといけないんだった。ターミナルを起動して sudo apt install ubuntu restricted extras とタイプしてインストールします。もう一度ビデオアプリを試します。今度はちゃんと再生できてるようですね。でもよく見るとコマ落ちひどくないですか。これじゃ使い物になんないな。ことのついでにセルロイドをインストールします。ターミナルを立ち上げて画面のようにタイプしてください。これリポジトリの登録です。要はアプリのある場所を登録するということ。それから sudo apt install celluloid でインストールできます。早速セルロイドで再生を試してみましょう。いいですね。問題ない。これだけだと面白くないので、先ほどのビデオアプリと比較してみましょう。同じ動画を同時に開く実験です。ビデオアプリの方は止まりまくりですね。次は日本語環境をインストールします。設定からリージョン&ランゲージを選びます。下の方のマネージインストールドランゲージをクリック。言語サポートウィンドウが開くので、インストールボタンを押せばあとは勝手にインストールしてくれます。設定からモズクの設定はできるんだけど、ファイテックス設定がないんです。ターミナルでファイテックスコンフィグをインストールしたんだけど、アクティビティに出てこないし、検索しても出てこない。もう一度言語サポートを見てみると、IM のリストにファイテックスがないんです。
Ubuntu ソフトウェアで検索して Vitex Config をインストールしてみると見かけは動くんです。でもインプットメソッドに何も表示されず変更もできないのでサポートされてないみたい。 VLC を使っていて挙動がおかしいことに気がつきました。動画再生を繰り返そうとすると動作しないんです。今再生してますよね。終了して別動画を再生しようとすると何も起きない。何度やっても。システムモニターでプロセスを見てみるとうまく終了できてないようです。強制終了すれば再生できるようになります。まあバグですけど。11月5日のアップデートで正式に USB ブートがサポートされましたので早速 SSD 起動を試したんですが、標準テンプのディスクアプリでベンチマークをします。絶対に SSD 起動は使ってはいけません。どれだけひどいかベンチマークで見てください。ベンチマークが選ばれてるのに始まらないでしょ。 SSD だからもたついてるんです。もたつきも含めてご覧ください。まもなく始まりますから。待ってる間にもう一度言います。 SSD 起動は使ってはいけません。というか使えるレベルにありません。ベンチマークが間もなく始まります。左は SSD のオリジナル OS を SD 起動した時の同じ条件のベンチマークです。 SD 起動はもうベンチマークが終わってしまったので結果を静止画でご覧ください。 SD ですから速度は出てませんが、重要なのは転送が安定していてエラーがないことです。なんで SSD 起動ではベンチマークに時間がかかるのか。 IO エラーが多発してるからです。ベンチマークのグラフでも不安定であることが確認できます。ゴリラ以前ではブートローダーから Uboot シーケンスを経由して Linux カーネルにアクセスしていたんですが、ゴリラでは Uboot を排して直接カーネルアクセスするよう変更されました。新しい取り組みの第一弾がゴリラというわけです。将来的にはより良くなることは自明です。しかしラズベリーパイユーザーとしてゴリラはどうなのか。あえて言うならラズパイユーザーはゴリラに手を出すべきではないと思います。まもなくベンチマークが終わります。結論を言うならSD の方が2倍速くてストレスがありません。ご覧いただきありがとうございました。SSD の不具合があまりにひどくて、でもネットにはそんな情報はありません。自分だけが悪いのかなぁといろいろ試してみたんですがダメでした。ひょっとして
SD の性能が高すぎるんじゃないか？ちょっと悪い冗談ですね。デベロッパーの皆さん、頑張ってね。ではまた次回。